航航さん、まさかのヘディングでリバプール初ゴールを決める。うおおお、ついに遠藤ゴール来た。遠藤初ゴールおめ。遠藤初ゴールおめでとうございます。遠藤のヘディングめっちゃうまかった。いや、遠藤今日決めるとは思わんかったな。ヘディングでドンピシャで合わせた素晴らしいゴール。すぐ後の、サイドでドリブルで持ち上がって相手ディフェンダーをかわしてかわしてのクロスもアシストになりそうな素晴らしいクロスだった。序列が怪しくなってきたから、この得点は大きい。完全にコース狙ってるわ。遠藤航がハート作ってんのかと思った。